で、今回は、立山をね、紹介していきたいと思います。千葉のね、一番下にありまして、まあ、唯一ね、群生が敷かれた本堂と言われてますね。で、この写真はね、補給庫の、建物なんですけども、ちょっと建物自体がですね、今の立山航空海上、海上自衛隊の立山航空基地のところが、建物どんどん壊されちゃって、本部庁舎も資料館もね、なくなってしまって、残ってないようなね、状況になりますね。立山まあ、こう、太平洋の、東京湾のね、まあ、入り口というか、にありまして、まあ、反対側にも三浦半島とか見えるようなね、まあ、のどかでね、富士山と海が見えるね、非常に人気な場所ですね。ちょっと東京からね、車で2、3時間、2時間ぐらいですかね、高速使って、で、電車でも2、3時間かかるかと思うんですけど、ちょっとね、遠い場所なんですけれども、のんびりしたとかね、晴れてれば非常にいい場所ですね。で、成績あるのはですね、この立山航空基地が、まあ、ここにありまして、ここはね、沖ノ島ですかね。で、ここのところと、まあ、市内とね、こっちの須崎の方に砲台があったりとかします。ここにね、お城とかもあるんですけどね、まあ、博物館になってますね。今回はね、こっちの方をね、紹介したいなと思います。で、最初にですね、試写場跡をね、紹介するんですけども、まあ、非常にね、場所は、まあ、Google マップに今回紹介する場所に載ってるんですけれども、わかりづらくて入っていっていいのかなっていうところで、まあ、ここもなんかこのショベルカーでね、工事してまして、まあ、聞いてみたらですね、入ってもいいっていう話だったので、まあ、入ってここにね、ちょっと車止めさせてもらって、ましたね。で、なかなかね、わかりづらいところで、まあ、ここら辺のね、農家の人もいらっしゃって、その人にも聞いて、まあ、あっちだよって教えてもらったんで、行けたんです。で、こっち、ここのね、この茂みというかね、ここを、まあ、入っていくと、ここら辺にありますね。まあ、入ればですね、こういう状況で、これがね、こう、試写場の、その、弾を撃ったところなんですけど、ここに向けてね、機銃のね、試射をしてたの、飛行機ですね。で、土もあったりしてね、今、あるんですが、これが何個も5個ぐらいですね。横に続いてて。まあ上とかもどうなってんのかなと思ったんですけど、ちょっと上にはね、行けないような状態で、左は壁になってて、右は、まあ盛り土というかね、山が繋がってるようなね、形になってました。ここに向かってこう、飛行機で、機銃の試射をしてね、調整したようです。まあ、こういうね、なんていうんですかね。アーチ状になってて、ここにまあ弾を撃つのはね、想像できるかなと思います。まあこういう弾のね、跡とか、残ってるような感じはしますね。特に立ち入り禁止とかでもないので、ここは中に入ってみました。まあ、危険な感じもしないので、入れるんですけれども、まあ物置とかね、なってるような感じがしますね。で、次にですね、この立山補給所の建物の倉庫跡なんですけど、立山航空基地の入り口の正面になります。で、まあ、資料館もね、立山基地の中にはあってですね、まあ、募集対象者とか、まあ、あとは事前に連絡して交渉してお願いとかすれば、もしかしたら見せてもらえるかもしれないです。今回はね、紹介控えたいと思うので、今、資料館も移転中で、新しくなるまでちょっと時間かかるかなと思います。錦寺重とか、まあ、あと、そういったものがね、いろいろありましたね。まあ、これもちょっと倉庫とかね、閉まってて、まあ、使われてるのがもうなさそうな感じではありますが、ちょっと中見ることとかはね、なかなか叶いそうにはないです。もう窓とかも全部塞がれてしまってますね。で、まあ、赤山の地下山、地下の地下壕もありまして、近くにですね。これもね、お金払って、まあ、見ることができます。あと、近くにですね、指揮所みたいなね、ところがあるんですけど、私はちょっとそこを、まあ、取材し、お願いしたら、ここ断られて、なんかお金払ってくれ、みたいなことも いろいろ交渉してたんですけど、うまくいかなくてですね、なかなか見れてないですね。まあ、ここはね、同じ団体が運営管理してるんですが、お金払えば
見えるような状態です。まあ中はこういうね、中でもっと広いところもあるんでね、ぜひまあ興味ある人は入ってみたらいいのかなと思います。で、立山基地の反対側に道路があってですね、沖ノ島というところが、ね、あって、まあ、そこも洞窟陣地みたいになっててですね、多少残ってるんで、ぜひね、まあ、海がこう綺麗に見える場所なんで、行ったらいいのかなと思います。まあ、こういう地層がね、見えるだけでも行く価値あるかもしれないですね。まあ、晴れてれば本当に海綺麗ですね。で、次にですね、この狭間のね、針葉の基地跡ってこれですね。これもね、Google マップで調べれば載ってるんですが、まあ、ここがね、ちょっと、この時は潮が満ちててですね、行くことができなかったんですが、もうちょっと、こう、干潮になればな、出ることもあるようです。まあ、ぜひ、皆さんもね、自分の目で見てもらえればなと思います。で、次にですね、須崎の方に行ったんですけれども、まあ、ここもちょっと私が奥にね、弾薬庫とかあるの失念してしまってですね、まあ、ここ、砲台だけを見てね、帰ってしまったんで、またちょっとね、機会あれば行きたいなと思います。まあ、こういうね、ここもこういう藪ですかね、で、ここがね、砲台跡、第二砲台ですね、須崎の。これも Google マップには載ってるんです。で、まあ、こういうコンクリートあるだけでもうちょっと、木とか、いろいろ埋まってしまって、なかなか見れない状態ですね。でもね、立山は他にも、まあ、あんまり有名でないところとかもありますし、まあ、調べてね、行ったらいいのかなと思いますが、あとね、南房総の方とかもね、また機会あれば紹介したいなと思います。ではね、以上になります。ありがとうございました。